伊丹海刀神社の灯籠参道、伊丹海刀神社は、愛知県春日ガ市場タラ町に鎮座する神社。高見結び村と本田明の村、沖縄たらし姫命、玉り姫命の八幡三神を主催神とし、大山住命、市木島姫の命、伊豆の売り命、頻田別村を合祀している。社殿に、慶光天皇42年の創始という。 演技のせいで国兵の勝者とされ、国内新名町である、オワ国新名町に、十三未版鳩天神とある。古来付近に設定された味球、小十七家村の総三土人として数形され、板に鳩を描いて奉納する習いがあったために、社名としたとも言う。源の頼朝が、武運長級を祈願して、朱印地と甲冑産業を寄進したと伝えるなど、 中世以降、八幡神として、武家の信仰を集めて流星し、織田信長による寄進もあって、慶長年間には、車両五丁発端を有したが、現地により、すべて没収されたという。近世には、神宮寺として、常年寺が損した。なお、常述版に鳩を描いて、云々は、八幡神の真士が鳩であることから連想された、ゆえんであろうことが指摘されている。 明治3年に豪舎に弟し、近代社格制度廃止直前の昭和21年1月10日に、県者に昇格した。霊祭は古く陰歴8月15日であったが、後に10月5日に返事、現在は10月第2月曜日。霊祭には近世までやぶさめが奉納され、終わり名所図へにも掲載された春日ガ軍第一の正義であったと伝えられ、奉仕者は常年寺でかっをゅし、 三期の馬に乗って参拝した後にヤブサメを奉納していた。明治になってから衰退、廃絶し、現在では甲冑をつけた武者の行進と役年の男子による馬の頭や前役の男子による武者の射的が行われるのみであるが、その神事が昭和二十五年四月十四日に、いたなみかな神社奉納ヤブサメとして、死の無形民族文化財に指定されている。また、当日は、 地域の子供たちが、死死前や御子を担いで神社に集まる。境内に、津島社、甘寺大神社、豊家神社、熊野社、秋葉社、白山社、厚田社、あたご社、田戸社、山野社,社、大日霊社、菅原社、五霊社、浅間社、竹部社の14神社が鎮座している。上記の中、参道入り口に鎮座する甘寺大神社、豊家神社はかつては、 境会社であったという、参道の桜並木は市内の桜の名所となっている。ありがとうございます。